少しだけなんか今日ちょっと聞いておきたいという方いらっしゃいませんか。せっかくあの豪華もいらっしゃる。逆にずっと聞きたかったのは、今日はあの皆さんにですね、武田先生があの富士山に登られた話ですね、聞かれたんじゃないかと思います。あの私は石を投げたって話聞いたんですが、あの蹴ったって話に手がかかったんで、なんかよりこうイメージがね、あの鮮明に育ってきたんですが、あの先生は結構あのどこか行かれるとおかしいんですけど、富士山行かれたりとか、あるいはあの大鉄沢先生のお墓参りとかということで、またあの津山とっつぁん先生の対馬とかということで、なんかその行くっていうのは何かこう決意したり行動を変えるで何か効果があるんですか。あのやっぱりブレるから余計なことに時間使うじゃない。決心してもすぐほら余計なことに時間使うでしょ。墓参りすると余計なことしなくなる。自分に絶対値をかけて余計なことするなっていうのに墓参りが一番いいね。そうすると余計なことしないから、一切しない。やっぱりぐらつくから。それじゃあブレない軸を作るために、そういうことでお墓とか行かれるということですね。わかりました。あの武田先生の方はですね、あのお墓になる前にこうやって来れたので、本当に感謝申し上げたいと思います。それではですね、私の墓参りはもうちょっと待っといてください。